れだランディーは。ガチ疲れ。こんばんみー。今日はね、オンライントーク、オンラインサイン、オンライントートークサイン会がありました。お話ししてくれた皆さんね、ありがとうございました。ご飯食べてきて、今帰ってきた。だけど、お話し会終わった後にさ、一人で買い物しに行ってたんだけど、買い物で久しぶりに歩いたのと、私いつも買い物行くとき、もう最近もう手ぶらぐらいの勢いで行ってるんだけど、今日はこのまあまあ重いリュックで歩いたから疲れた。マイクおかしい。嘘。暑かったけど。さっきのさっきまで友達とご飯食べてて帰ってきた。お腹いっぱい。お腹いっぱい、ラーメン食べてきたんだけど、お腹いっぱいになって、眠眠子になっちゃったよ。けどね、今日。今日全然寝てないからね、寝不足足よね。寝不足足とはって感じですけど、寝不足足ですね。ぐっすり寝れますね。今日はでもなんか初めましての人とか、お久しぶりの方がいてね、すごく嬉しかった。ありがとう。チェキはね、もう結構すぐ発送されると思うのでお待ちください。可愛くデコレーションしたよ。ゆうちゃんはね、全然寝てないと思う。なんかめっちゃ動いてた。あ、多分寝心地悪いんだろうなって思いながら。寝心地めっちゃ悪そうって思いながらリラは爆睡してたんだけど。なんかね、予期もせぬことが起こっておもろかった。今日はマジでおもろかった。そう、いやもう全然寝れなかった。
なんかオンライン話し会はね、1ヶ月前に告知した方がいいですよね、絶対。1ヶ月前に告知して月1ではやりたいですね。ええ。マジでおもろかった今日、本当に。久しぶりに心の底からなんかびっくりした今日。さっきもゆうちゃんとラーメン食べに行ってたんですけど、さっき謝罪してきた、ごめんねって。マジビビったよね、リラもビビったって。ちょっとおもろいことがありましたね。毎回特典付き、うん、多分毎回チェキこれからつけると思います。かきラーメン食べた。かきラーメン。何があったの？泣いちゃう。マジでおもろかった。そう、かきラーメン。いや、なんかラーメン、なんかそのご飯食べに行こうって言ってたんですけど、なんか行きたかったところがなんかその閉まるのが早くてなんか行けなくて、でなんか次にしようみたいな、帰ろうみたいな、お互い解散みたいな言ってたんだけど、リラがラーメン食べたいわって連絡したら、わかるかもみたいな言って合流して、でなんか私が最近よく行ってるラーメン屋があるんだけど、なんかそこ行く、やばい、めっちゃ絡まってる、なんかそこ行こうよって言って行ったら、なんか日曜日だけめちゃめちゃバカ閉まるのが早くて、 いつもはもう結構朝方ぐらいまでやってるんだけど、めちゃめちゃ早くて、うごめん閉まってるわって言って、でどうするどうするって言ってたら、なんかカキラーメンってのがあって、私カキあんま好きじゃないんですけど、ゆうちゃんカキ好きじゃんみたいな、近いし行くみたいな言って、カキラーメン食べたけどめっちゃ絡まってない？え、これどうなってる？え、これどうなっとる？カキラーメン食べた。私カキフライしかねあんま食べれないからね、ちょっともうあそこはいいわっていう感じで、帰ってからカレー食べようと思ったんだけどね、もうカレー入らない。カレーちょっと朝に食べたから、もうあともう少ししかない。やばい、めっちゃ髪の毛かまってる。サイドメニュー何も頼んでない。にゃーにも頼んで、にゃーにょんです。ネックレス壊れたかも。なんかさ、今日さ、昨日私めっちゃ洗い物をしてたと思うんですけど、なんかそのドン・キホーテで買い物したくてさ行ったんだけどさ、ドンキに、なんかそこのドンキさマジでさ何にも売ってなくてさ、大きいドンキなはずなのに洗剤とかも、あごめんね怖いね、なんか何にも売ってなくて、えね壊れたこれ、何にも売ってなくて何にも買えなかった。でもドンキ行ってたら余計肩こりしてただろうから、また今日は洗い物帰ってきたら洗い物しようって、洗い物モチベ高かったのに
もうチャーミーマジかないから洗い物する気が治りました。そうなかったんよな。ドンキはなんか4階建てぐらいのドンキだったんだけど、なんかドンキはドンキでも何も売ってないところ売ってないんだなと思って、なんか多分違うやつがめっちゃ売ってた多分。なんかコスプレとかめっちゃ売ってたね多分コスプレとかすごいあるけど、なんかその日用品に関しては本当に品揃え悪でしたね。マジでチャーミーマジかないとねえ。洗い物できないよ本当に。すごいこのネックレスずっとつけてるのに全然錆びない。さすがディオール、全然錆びない。休憩させよう。ずっとつけてる。3ヶ月ぐらい。私このネックレスいつ買ったっけ？だいぶ前でしたよね。ずっとつけてる気がします。指輪もずっとつけてるからもうなんか色変してきてるよね。じゃあ今日の購入品紹介しよう。あ、歪んだ。今日の購入品紹介します。まずはでで指輪を買いました。なんかね、ネックレスと指輪だけには興味があるんですよ。あとは興味ない。買ってもらったもの？あ、ディオール？おばあちゃんからもらった軍資金と自分でちょっと出して買いました、ネックレスを。いや普通に全然あの安い指輪全然高くない、2000円ぐらいのアクセサリーです。可愛くない？見て、星とパール、可愛くない？なんかね、指輪買ってもすぐなくすからね、嫌になってくるんですけど、指輪そのピアスとかも、まあ、いや全く興味がないので、その代わりに指輪をよくやってるですけど、星すごい星になっちゃうから気持ち悪いけど、可愛くないですか？だぜ、イエーイ、フフフフフフ。これこことこのね、指輪お気に入りなの。これでもめっちゃ安もん、1000円もしなかった気がする。どこで買ったんだろうこれ。新大久で買ったのやつかな。なんかね、可愛いけど色がちょっと汗てきてる。今までもう5個ぐらい指輪なくしてますねなくしすぎやろって感じ。指のサイズわかんない。お乳指輪、
をつけていきます。自然に落ちるの、いや、なんかポッケに入れたままとかですぐどっか行っちゃう。だから基本的にずっとつけてることが多いんですけど、お風呂の時ぐらいかな取るのは。お風呂入ってる時は取ります。それ以外は基本的にはつけてますね。でも指輪はね、絶対高いの買えない。すぐなくしちゃう指輪は。本当になくしたく、なくしたくてなくしてるわけじゃないですよ。なんかね、なんかつけてたら落ちてたりとか、なくしちゃう。新大久保行きたいんだよね今、めちゃめちゃ。すごい、もう指輪も全然ない。やばい、なんかさ取れないんだよね指輪はめたら。一回はめちゃった2個。これここはすぐ取れるんだけどさ、ここやばい、取れない指輪つけちゃった今。もうバカだ、まあいいや。ランディの指輪コレクション、にゃん、もうやめてよ、にゃん。これはあれだね、耳につけるやつ。もうさ、ピアス開けたいって言ってさ、もう5年ぐらい経ったんだけど、いまだに開けてないってことは絶対開けないよね。イヤーカフ買ったんだけど、いつ買った、どこで買ったんだろう、これどこで買ったのか記憶にすらない。昨日ゆうちゃん何時頃までいたの。ゆうちゃんね、リランチに泊まってったからね、朝までいたよ。あれ、いやーカフ、どうやってつける、これつけれへん。穴開けるの痛くないらしいよ、穴開いてる人の意見によりますと。どうやってつけんの、無理、痛い。どこで買ったんだろうこれ、どこのやつ、これ記憶にすらないです。やばいやばいやばい、下手くそすぎんつけるの、めっちゃ不器用。頑張れリラ、頑張れリラ。リアカフってさ、絶対落ちるくない？つけれた。2個持ってる。リアカフは。これさ、つけ方合ってんのこれで。何にも可愛くないんだが。痛い痛い痛い、こういうこと？こういうことや、こういうこと、こういうことやね。イヤーカフってさ、落ちそうだけどね、落ちないのかな。かわいいね、こうやって見たら
すごい見開けたいなって思うけど。どうなんかな。いやか。今日このネックレスつければよかったね。花ピー？花ピーはないな、一生ないな花ピー。耳開けたーい。絶対開けないが。アクセサリー集めたいよね。あれれれれ、やばい、ここ本当に取れない。なんかさ、指痩せってできないのかな。指痩せしたいんだけど、私ちょっとイヤーカフ取ろう。指痩せしたい。指痩せ、指合わせってできないのかな。取りたい。ここすぐ取れないからイライラしちゃいそう。やばい、はまったから取れるはず。取れへん。なんか食器用洗剤とかで取れるって言いますよね。やばい、もげそう。はあ、もげそう。いやでも、もう少しで取れる。痛い、マジで痛い。頑張れ頑張れニーラ、頑張れ頑張れニーラ。痛い、マジで痛い。ちょっとさすがに取れなさそうなので、ステンザーイ。取れる。痛い痛い、捨てようこれも。取れた。小指はね、小指にはめたらね、すぐね取れちゃうんだよね。かわいいけど、この指輪は多分危険だな。小指だとね、すぐ落ちちゃうの。すぐ落ちちゃうから。この指輪はさよならかな。ちょっと病院行きたくないんで捨てよう。安かったし。
バイバイ。バイバイします。止めない方がいい。ランリーがつけてるプレゼント。いらないよ、誰も。やめよやめよ。でも可愛いんだよ。見て、可愛くない？可愛いんだけどね。いや、売れない売れない。可愛いんだけどね。これは怪我するからバイバイする。汚せちゃうのかな、指輪って。悲しいな。これじゃない。一つ目はこれでした。購入品紹介。二つ目。じゃじゃん。私の最近推してるデパコス、ローラメルシエです。ローラメルシエ、最近ランディがアホみたいにローラメルシエっていうところでお買い物してるんですけど、いや、3回しか買ったことない。ここのボディクリームがめっちゃいい匂いなんですよ。私ここの香水買ってて、ここの香水 あげたんだけど、人に使わないからって言って。このローラメルシエのハンドクリームがね、かみってるのよ、匂いが。このハンドクリームがね、もうなくなっちゃったから買いました。めっちゃいい匂い。わかんない、あの、人によると思うけど、私は超好きな匂い。めっちゃバニラ。名前がアンバーバニラってだけあって、めちゃめちゃバニラの香水です。香水じゃないです、サンドクリームです。めっちゃ食べたい、食べたくなるような味がするやつ。すごい、なんかモテ香水。この あのローラメルシエのこの匂い系がすごいモテ香水って言われてるやつなんだけど、めちゃめちゃいい匂いです。なんか試供品ももらいました。アイスこぼしたみたいにならない。ならない。すごい上品な甘いいい匂いがする。私はこのローラメルシエのこのハンドクリームは2月ぐらいに買ってずっと使ってます。匂いフェチなんでね、ランディ。匂いフェチお姉さんなんで。これはね、これは女の子はね、これは嫌いな人いないよ。このハンドクリームはめちゃんこいい匂いです。アリも寄ってきそうな匂い、うん、アリも寄ってきそうな匂いではあるけど、寄ってこない、大丈夫。そう、なくなったから2個目買いました。
今日お買い物したのはこれだけかな。あとは通販で買ったやつが今日届いてたから、それも開封していく。住所は危ないから捨てる。チークがね割れちゃったんですよ。ランリーが使ってたチークが化粧ポーチの中で粉々に割れてしまったので、新しいチークを買いました。え、これチークだよね、多分チークのはず。気になってたチークちゃんですね。すごい梱包、めっちゃ梱包されてる。もう結構でかいな。あ、そう、なんか昨日届いたけど私が受け取らなかったからまた今日、本日届いた。ね、そこもう私嫌いなんだよね、こういうやつ。すぐ挟んで容赦なく切ります。じゃーん、あれ、え、ここか。おー、かわいい、かわいい。ピンク、なんかオレンジっぽいねやつはね、いっぱい持ってるんですけど、いっぱいっていうか2個持ってるけど、ピンクが、ピンクはもピンクが割れちゃったの。ピンクのやつが、いや、カッターあるよ、カッターあるけどね、めんどくさい。とつのがすごい、今さチークしてないからさ、ちょっと塗ってみたい。そう、今日チークしてないんだ。塗ってみます。分からんぞ。あー、でもなんかツヤ感があるかも。よく分からん。かわいいかな。どうだろう、あ、でもかわいい、かわいい感じかもしれません。ちょっとピンクっぽくなった。めちゃめちゃつけないとでもわかんないかも。でもかわいい、可愛いけど私の顔にはあんま似合わないかな。まあ可愛い、使おうっと。ピンクな気分の時に使います。
はい、購入品こんな感じかな。本日の購入品こんな感じです。見て、髪切ったんだよ、リラ。髪切ったんだよ、誰も突っ込んでくれないけど。自分で切ってないです。ゆうちゃんに切らせました。なんかウルフっぽい感じなんだけどね。ちょっと あんまウルフ感ないですね。ゆうちゃんが切った2時間かけて。よくわかんないんだよね、前から見ると。ウルフ感あんまない。そう、エクステを切った。地毛じゃない。だからこれは地毛はね、これなんだよね。 この長さが地毛の長さなんですよ。そう、ゆうちゃんが切ったよ。2時間も切ってた。なんかエクステ取ったりとかしていろいろしてたら2時間ぐらい。そう、もっとガッていきたかったんだけど、今髪伸ばしてるから変に切りたくなくてちきりました。ちきりました。やば、もう12時じゃん。そうだね、リンちゃんみたいな髪の毛がウルフだね。ウルフカットって調べたらね、出てくると思う。アイス食べて1曲歌って終わろう。カルーアミルク、お酒。めっちゃびっくりした。なんかさ、今家賃のあれが届いてさ、いくらだろうって思って見てたらさ、いつもよりさ1万5000円ぐらい高すぎて、え、なんでって思ったら、そういうことか、びっくりした。もう家賃高いよ。高くなっちゃったからね。管理費高くなったから高い。あれですね、更新月だから、来月はだからちょっと家賃が高かった。
夏になるからガス使わなくなるよねって思ってる。更新料1月わからないの？1月？更新料は家賃の半分じゃないの？更新代？大丈夫。それは多分大丈夫。一応こう見えても貯金してますから大丈夫。なんかさ、引っ越し10年ぐらいしなくてもいい家に住みたいよね。だから思ったの最近、なんかもう更新だからとかって言って探すんじゃなくて、なんかもういい物件があったら住んだ方がいいよね。え、引っ越ししたい。そうっていうか、引っ越すはずだった、引っ越しができるはずだったの。これは本当にガチで引っ越せる手前まで来てたんですけど、引っ越せなくなっちゃって。そう、私がさ言ってたさ、取られた物件みたいなさ、まあ、その住みたくった物件があったんだけど、その物件が取られちゃったんですよね、他の人にみたいな話をしたんですけど、その物件がね空いたの、空いて、その住めるはずだったのけどね、住めなくなった。めっちゃショック、超ショック。住めなくなっちゃったの、そこが。そうなの。だからもうそこの家と私は縁がなかったんだって思って。まあいろいろあって引っ越せなくなっちゃったね。え、ほんとショックでかいよ、ほんとに。でチーク可愛くない？ちょっと濃くなりすぎちゃったけど、そう、もうだからね、もういいの。だからなんかもう気に入った家が見つかったら、とりあえず内見して、とりあえずなんだろう、もうさ2年単位で引っ越すのめんどくさいからさ、まあ4年は住みたいよね、そこに。4年は住みたい。いや、あのね、この家別にね嫌いじゃないけどね、ここに用事がないんだよねここに用事がない、ここに用事がないのと、もう管理費1万円上がったのがすごいねムカつくの。別にね、あの管理費1万円上がっ、別に1万円上げてでも全然大丈夫なんですけど、なんかね、なんかやだ、納得いかないのすごい だからその一回ね、考えようと思って、ちゃんと1万も上がったの。だから1万上げるくらいなら全然他にいいとこ住めるなって思ったんですよ。これずっと言ってると思われる。え、そう、なんか損してる気分じゃない？だってさ、もともとはさ1万円安く借りてたわけですよ。なのにさ急にさ管理費がさ1万円上がってさ、それ1万円あげるくらいならさ、ここもまあ好きで、ここもまあいいけど、他にもいいところがあるんよ絶対。
からだから引っ越したくて、そう探してたんですけど、いいとこあったけどね。でもね、ここはね、そのアパートとかじゃないから、めちゃめちゃ多分部屋あるのいっぱい、ここの家だから、みんなまあ1万円くらい上がってる、わかんない、みんなわかんないね、そのね、おのおのの家部屋で家賃がまあ違うと思うけど、でもまあみんな1万上がってるってことじゃないですか、要するにね。だからまあね、そう考えるとまあみんなよく住んでるよなって思うんですけど、そうだからまあそれもあったりとかして引っ越そうかなってすごい思ってたんですけど、思っていたんですけれども、まあご縁がなかったっていうことでね、まあもうだからとりあえずいい物件を見つかり次第もう即あれ行って、なんやっけ、訪問しに行って、でも全然出てこない、訪問しに行って、言った方がいいね。なんか本当はなんかこういう条件でこういう条件でこういう条件で住みたいんだよねってめっちゃペラりたいんですけど、ペラったら私は住めなくなるので、ペラれない、ペラれないからペラペラしないけど、ペラペラしないけどさ、うん、本当にまあこの時期だからなってのもありますよね。この時期はあんまないよな。何が一番大事？もう一番大事なのはセキュリティじゃない？もうだって一人暮らしの女の子よ。セキュリティはもうしっかりしていただかないとね、怖いっすよ。まあ駅近もすごく大事だし、何よりもね、こう安心して暮らせるっていう点、あと絶対に木造建築は嫌ですね。絶対に鉄筋、鉄痕、鉄用事ある街って言ったんですか。私はなんかギリギリまで寝てたいタイプだから、見ての通りすごい前もって前もってがすごい苦手な人間なので、なんかもうなるべくなんか近いところに住みたい、なんか自分の活動範囲から。活動範囲から、あの活動範囲内に住みたい。だって思うんですよ、なんか交通費とかってさ、結局さ、なんか遠いところに住んでも交通費が高かったからさ、交通費が高かったらさ、なんかもう同じじゃないって思うの、私的にはね。なんか高くなると思うじゃん、思うけど、なんかその辺に住んでると逆に交通費がかからないから、逆になんかなんか同じじゃないって思ってきたんですよね、ランディは。そう、え、無理、もう会社まで2時間とかもうバカストレス、私からすると。だからなんか自分の活動範囲からすごい近いところが良いね。
でもまあもう引っ越しは諦めたから、なんかいい物件が出るのを待って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 待ちます。はい。交通費ってさ、経費で落とせる、まあ、落とせるところもあるけど落とせない時もあるからね、難しいね。そう、もうね、引っ越しはもう諦めた。だからあれだね、なんかもうせめて4年ぐらい住めるお家に引っ越したいですね。って思います。根気強く探します。分かんない、なんか今のところ1年単位で引っ越してるから、どこもゆうちゃんと住んでるところも1年で引っ越して、ここも1年で引っ越ししようとしてたから、まあ、結局ね引っ越しできなかったですけど。カルピス、カルピス、ただのカルピス。物件が出会いやからね。ね、そうだよね、物件は出会いですよね。だから縁がなかったんだって思って、その今回だからとりあえず次引っ越しするまでにお金を貯めとこうって思いました。以上です。なんか歌って終わろう。何かありますか、歌ってほしいの。歌ってほしいの何かある？ね、いい物件が見つかるといいな。の歌、もうすぐですねみたいなやつ、わかんない。その歌りが、幸せになりたい。まあ幸せだけどね、割と今の今も幸せだと思いますけど、
なんかさ、幸せな時って人間って気づいてないと思う。幸せって、なんか幸せじゃない時にあの時幸せだったって気づきますよね。分からんけどって思うよね。じゃあ歌います。生まれてないじゃないかよ。普通になんかリラがただただ好きな歌歌っていいですか？わかんない、なんか聞いたことあるけどさ、 C メロとかわからん引っ越しっていうか転校がテーマ。え、そうなんだ。この歌ね、よく夏になると聞きたくなる歌なだけです。最後に一曲歌って終わろう。歌いたいけど今はちょっと今日高い歌歌えないな。これ歌ったら終わります。レッツゴー。でビンゴでした。この歌はね、夏になると絶対聴きたくなるね。ビンゴは夏になると絶対的に痛くなるそうです。ナンバーワンかもしれない。2007年だってリラが5歳の時の曲だね。だってさ、17期でしたっけ。もうさ、 AKB が結成後に生まれて入ってきた子もいるんでしょ。すごいな、やば、やばやばの実だね。2007年だから5歳じゃないかな。5歳かわちい5歳かわちいだ。はい、お知らせがあります。ですね、宮里リラファンクラブリラン中っていうのがファンクラブあるんですけど、ファンクラブ用のねツイッターをね開設いたしました。
解説いたしまして、なんかまあファンクラブ、私ファンクラブがあるんですけど、ファンクラブのなんかファンクラブに載せきれなかった写真とか、なんかいろいろ載っけるいろいろと、なんか私なんかツイッター、なんか人なんかツイッター自分のさ、ツイッターでさ、つぶやくとさ、フォロワーが増える。じゃあ、増えるんじゃなくて、フォロワーが減るんですよ。もう最近それがストレスすぎて。あんまりツイートしたくなさすぎて。なんか逆に、あ、はい、自分で管理してます。なんか逆にそこはなんか、ランディのサブアカ的な感じで、なんかそこの方が全然ツイートする気がする、と思って作りました。もうね、つぶやくたんびにフォロワー減るんだよね、今。わかんない、私が聞きたい。なので、宮里リラファンクラブリランチェの方をぜひフォローお願いします。両方やるの全然大変じゃない。なんでかって、公式の方はフォロワー減るからあんまつぶやかないんで。まあランリーのサブアカ的な感じでフォローしてください。リラのインスタ、間違えた、リラのツイッターの新しいところに、あ、じゃあ、あれに、リツイートしてるので、フォローお願いします。目指せ1000人。拡散してください、よろしくお願いします。でも絶対自分の本愛家よりこのファンクラブの方がつぶやくから、絶対的に。もう本当に、もう最近本当にね、超ストレスつぶやいたらフォロワー減るっていうね。多分ここはつぶやいてもきっとフォロワーは減らない、むしろ増えると思うので、ぜひフォローよろしくお願いします。普通フォロワーって増えるもんですよね。なんか謎に減るんですよね。泣いちゃう。そう、まあだからファンクラブボットだよね。だからファンクラブのなんかブログ更新しましたとかつぶやくやつですね。本来の目的は。そう、あ、今日ブログ更新したのでファンクラブぜひ読んでください、よろしくお願いします。まあだから宮里リラファンクラブリラン中の方は地道に地道に増やしていけるように頑張ります。暴露系流行ってないでしょ別に。ということで、もう皆さん明日もね、お仕事の方がほぼほぼだと思うので、ランリーのショールーム、この辺で終わりたいと思います。ランキング読むよ。13位 YK さん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして12位がブキニャンさん、アットマークリラン中、
イエーイ、ありがとうございます。で11位がチョロンコさん、ありがとうございます。で10位が長崎在住の関西人さん、ありがとうございます。で9位がハッシーアット神戸アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。で8位がたやきくんアットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。で7位がさるきちさんアットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。で6位が 662BPM さん、ありがとうございます。そして5位が福久さんアットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして4位がチョロさん、ありがとうございます。そして3位がガラパゴスさん、ありがとうございます。そして2位がヨッシーさん、ありがとうございます。そして1位がツインピーマンさんです。ありがとうございます。はい、ということで今日もショールーム見てくれた皆さんありがとうございました。ランリーはさっさとお風呂に入ってから寝ます。ということでみんな明日からも頑張ろうね。ということでさよなら、ランリー。あ、インスタじゃねえ、ツイッター、インスタもだけど、ほらよろしくお願いします。さよなら、ランリー、バイバイ。お疲れんこん。